本日も地図鉄電車をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この電車は普通新静岡行きです。明日までお待ちください。お客様にお願いいたします。火薬などの危険物は車内への持ち込みができません。不審なものを見かけましたら運転士または駅係員にお知らせください。ドアの開け閉めの際にはお体やカバンなどが挟まれたり小袋に引き込まれないようお気をつけください。特に小さなお子様の手には十分ご注意ください。Thank you for taking Shizuoka Railway. This is the local train for Shizuoka. ドアが閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。この電車は普通新静岡行きです。次は入江岡です。こちらでお降りください。入江ステーションは清水県長崎不動産では賃貸、売買、相続、リフォームなど不動産の相談を承っております。三河台駅右へ徒歩2分です。お手軽にお越しください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙になっておりますので協力をお願いいたします。ご注意ください。次は桜橋です。The next station is 桜橋。人気医療機構桜ヶ丘病院、人間ド各種健診の健康管理センター、糖尿病、生活習慣病センターへお越しのお客様はここでお降りください。まもなく桜橋です。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。次は狐ヶ崎です。The next station is 狐ヶ崎。南下循環北東線の武藤坂シートキャリーズは日本草薙線武藤坂バス停そばにございます。静鉄ホームは防災に特化したモデルハウスを公開中です。詳しくは鉄をご覧ください。女性技師による万国学説明、乳がん、がん研修もできる外科、乳腺外科、小学内科のエチニラシクリニックへお越しのお客様は新シーズでお降りください。使い道自由なドアが閉まります。ご注意ください。次はミカド台です。The next station is ミカド台。イエステーション清水店長崎不動産では、賃貸、ダンサー、総菜、リフォームなど不動産の相談を承っております。ミカド台駅お気軽にお越しください。お客様にお願いいたします。足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。The next station is Zanai. Please change here and adjust your position accordingly. 乗り降り客は皆様のご健康を応援します。ご相談はお近くのユノキ五穀神社までぜひ。内科、消化器内科、糖尿病内科、総内科医院は長沼駅徒歩10分です。さらに名産品駅、猿塩から上智大学。上智大学から世界へ、国際人を育む上智大学教育政権、静岡彼氏の幼小中高等学校はこちらです。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。お手回り品は並の上などにお持ちください。多くのお客様がお座りいただけるよう、下の方をお願いします。まもなくさらにです。ジャストライン各路線と JR 線ご利用のお客様はお乗り換えです。出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。一段補聴器の佐川なら初めての方でも安心。認定補聴器専門店の佐川は当駅真ん前南角です。ご注意ください。次は県立美術館前です。The next station is Prefectural Art Museum. 精神診療機構の教育カード本は ATM で簡単便利にご利用されます。詳しくは精神ホームページまで。男性ネイリストの長持ちするチフネイルなら取るのはネイルスクールネイルサロンからお手の間でご検索ください。県立美術館注意ください。まもなく県立美術館前です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。子どもと大人の歯並びの矯正治療のアルファ矯正歯科クリニック前です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は県総合運動場です。The next station is Prefectural Sports Hall。静岡県工業水道運動推進センターの無料相談で電話283-8930約3秒です。広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は古城です。明るくて楽しい古城の乗車バスをお越しのお客様はここでお乗りください。火薬などの危険物は車内での持ち込みができません。不審なものを見つけましたら運転士または駅係員にお知らせください。ご注意ください。次は長沼です。The next station is 長沼。保険のご相談は安心の出店という手続き保険。専門店の佐川は音羽町駅真ん前です。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は日吉町です。学校法人静岡聖華学生静岡聖華幼稚園静岡再生中学校静岡再生高等学校はこちらです。自由なスーパーヒーローです。申し込みは選手へ。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。デザイン、ファッション、ビューティー、フラワー、好きな道でプロになる静岡デザイン専門学校は日吉町駅西側にございます。ドアが閉まります。ご注意ください。次は新静岡終点です。The next station is 新静岡 Please change here for the Just Line.Highway Express Bus Line。 鉄線静岡といえばテレシズ。静岡を元気にする生放送は平日午後3時50分から。何もしないと片付いてしまいます。新静岡駅徒歩1分ケアキリオクリニックにご相談ください。本日は静鉄電車をご利用いただきありがとうございました。まもなく新静岡終点です。車内にお忘れ物のございませんようご支度願います。ジャストライン各路線、高速線ご利用のお客様はお乗り換えです。到着の際、ドアから手を離してお待ちください。歯並びの矯正歯科治療は金土日曜診療、県立美術館駅前アルファ矯正歯科クリニックへ。お出口は左側です。